ございました。国内危険ではないと判断された場合には試合が続行されるというフリーノックダウン制です。ですから逆にダウンのカウントがなくても試合続行不可能と判断されますと即座にナックアウト負けとなります。コミッショナー宣言が終わりました。今日の WBC の立ち会い人は WBC 実行委員プエルトリコのガブリエル・ペニャガリカノさんです。今浜田と握手をしたのがそのペニャガリカノさんです。さあ浦谷信明リングアナウンサーが両選手を紹介いたします。本日のメインイベント WBC 世界ジュニアベルター級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー世界ジュニアベルター級チャンピオン139パウンド4分の3日本帝拳所属浜田剛。今日が24戦目2度目の防衛戦です。青コーナー挑戦者世界ジュニアベルター級1位139パウンド4分の3メキシコレネアルレドンド。右側がお兄さんのリカルド・アルレドンド、元世界ジュニアライト級のチャンピオンでした。兄弟チャンピオン40戦目の試合です。ジャッジはイギリスのハリー・ギブス、テキサス州のアレン、いやネバダ州のデイブ・モレッティ、そしてテキサス州のアレン・バイヌ、レフェリーはニュージャージー州のジョー・コルテスレフェリーであります。今日のこの試合が19度目の世界タイトルマッチのレフェリーとなります。スペイン語と英語で注意が与えられております。去年7月24日浜田はゴングと同時に飛び出して開始わずか2秒半にオープニングヒット、左ストレートをアルレドンドの喉元めがけて突き刺しました。さあ浜田返り討ちなるか、アルレドンドの雪辱か、再戦のゴングです。おっとオープニングヒットはアルレドンド、積極的に攻めるアルレドンド、左のフックを狙ってきました。低い姿勢が浜田チャンピオン、挑戦者は真っ赤なトランクス、左ナッパー、挑戦者の左ナッパーがうなりを上げました。左のボディーブロー、チャンピオン左のストレートを2つ伸ばしました。おっとこれはバランスを崩した、ブローは当たっていません、スリップです、スリップダウン。レフェリーのコルテスがすぐに浜田を立ち上がらせました。カウンターが当たりました。浜田立ち上がり36秒から37秒、早くも浜田の顔面が好調しております。左ナッパーカウンターになります。挑戦者のアルレドンド、第1ラウンド49秒から50秒です。原田さん、はい、ここまでの立ち上がりの両選手どういうふうにご覧になりますか。そうですね、僕はもっと浜田君ですね、いけると思ったんですよね、もっと1回目からですね、はい、ちょっとこういうペースだとですね、アルレドンドのペースになりますからね、はい、ああいいの当たりましたね、ここ行ってもらいたいですね、はい、小林さんはどういうふうにご覧になりますか。やはりね、今のペースですとね、おっと浜田のペースじゃないですね、スリップダウンです。浜田はですね、やっぱりアレロンドロープに詰めなきゃいけないんですよね、ロープに追い込む、はい、はい、それをね、今アレロンドはですね、非常に、はい、あのリングの中央で戦ってますからね、この辺がまだまだちょっとペースじゃないですね、はい、この中間距離というのは挑戦者の距離なんですね。そういうことですね。早くも第1ラウンドから左のフックを巻き込んでまいります。挑戦者のレネ・アルレドンド、この左のフックは浜田自身も言っております。去年の7月24日の試合で非常に強烈な、自分がボクサーになって初めて味わったあの強烈なパンチでした。そしてそれを受けた途端にこの試合はどっちかが
12ラウンド持たないで倒れるのではないかと予感をしたそうであります。そして結果は3分9秒ちょっと腰に来た、グラッときました。チャンピオンまた左、チャンピオンピンチか、アルレドンドの左のフックが当たっています。積極的なアルレドンド、これまでの試合では第1ラウンドから第4ラウンドぐらいまではアルレドンドというのは相手の出方を伺う試合、そういった作戦をしてまいりましたが、今日は第1ラウンドから立ち上がり積極的に攻めております。浜田が距離を縮められません。プレッシャーをかけます。挑戦者のアルレドンド、左のストレートから右、これは空振り、体をくっつけます。予想外の展開、第1ラウンドから積極果敢に攻めております。挑戦者のレネ・アルレドンド右構え、やはりこの正面に立つというのは本当に紙一重なんですね。小林さん、そうですね、アルレドンドですね、はい、非常に強いの切り方ですね、はい、それが非常にうまいです、はい、それと入ってくるとね、最後のストレートですね、第1ラウンドは終了いたしました。このラウンドは10階級とアルレドンド挑戦者が取りました。チャンピオン浜田剛、帝拳ジム所属、沖縄県出身、アルレドンドの左のアッパーが当たりました。ガクッときたんです。さあ浜田のダメージはどうでしょうか。右側が本田昭彦会長です。セコンドアウト、左側が桑田トレーナー、向こう側が鈴木トレーナー、お大丈夫そうですね。さあ試合は第2ラウンドに入りました。第1ラウンドは左側挑戦者のアルレドンドが放送席の採点ではワンポイントリードしております。これもスリップダウン、分けるレフィーがコルテスさんです。芦田さん、はい、チャンピオンコーナーですがね、第1ラウンドは予想通りやっぱりアルレドンドが出てきたって言うんですね。予想通りですか、はいはい、1ラウンド勝負で来るだろうというのは予想してたって言うんですが、あ、まあ、浜田はまあこれからですからねと、はい、チャンピオンの方だからこれからだと、で鼻血がちょっと出てますがこれは大丈夫だと言ってますね、はい、おっとまたツーターっと、これはどうだ、ロープに辛くも立ち上がった、辛くも立ち上がった、ワンツーが当たりました。チャンピオンピンチ、さあ積極的に攻めるチャンピオン、懸命に体を預けましたチャンピオンです。鎌田の右の目の上が切れました、切れましたね、はい、ちょっと体に力が入ってますね、体に力が入っている、力んでるというところですか、力が調子いい時にとても濃いんですよね、はい、去年の3月には浜田が自分のスピードで、思い切ったスピードでその距離を縮めました。リーチの差を克服しました。しかし今日は下がりながらレネ・アルレドンドが左のフック、あるいは右のストレートをカウンターブロー、これが決まっております。第2ラウンド苦戦を強いられております浜田、右足を大きく踏み出しましてアルレドンドの動きを止めようという浜田でありますが、すぐにステップバックをいたします。挑戦者のレネ・アルレドンド、さすがは全世界チャンピオンであります。左のボディーブローが効いたか、ニヤッと笑いました。芦田さん、はい、青コーナー挑戦者です、はい、浜田の動きは去年と全く同じである、ええ、動きは大変こちらはいいので相手の動きを落ち着いてみて左のアッパーで仕留めていけという指示が出ています、はい、左のアッパーで仕留めていけ、これは第1ラウンドにも左のアッパーカットを見せております。挑戦者のレネ・アルレドンド、浜田君も受けるじゃダメですよね、先に当てるようにしないと僕はいけないと思います。待ってないよね、それとですね、パンチをさなきゃいけないですよね、手を出してしまうといけないですね、はい、状態だけいっちゃってますからね、いけないですね。そういえば本田昭彦会長もとにかく浜田のボクシングは相手にあれおどうしたんだちょっというようなこう意表をつくようなボクシングでなければいけない、相手が考えるように思ってはいけないんだということを言っておりますが、さあ積極的に攻める、いいフック当たった、前回の KO パンチの右のフックが当たりました。さあ逆転、逆襲なるか。第2ラウンドの立ち上がりはアルレドンドのペースでした。さあロープに追い込んだ、ナイスボディ、ロープに追い込んで距離を詰めて浜田が攻めたい、ナイスボディ、近藤正彦さんも手を叩きながらの声援です。どうでしょう原田さん、ようやく何かこう、はい、チャンピオン落ち着いてきたような感じもしますけどもね、このラウンドやはり10対9とアルレドンドが取りました。挑戦者のレネ・アルレドンド、右から左です、これで大きく飛ばされましたチャンピオンの浜田剛。さあ第2ラウンドの後半にはやや落ち着きを見せてきたチャンピオンでありますが、第3ラウンドどうでしょうか。
足田さん、はい、チャンピオンは、ね、右の目の上を切ってるんですが、コミッションドクターの吉田先生によりますとね、はい、ちょっと傷は大きいんだけども深くないから大丈夫だということですね。あ、そうですか、はい、この右の目の上は、前回の防衛戦、初防衛戦のロニーシールズ戦でも第6ラウンドに切っております。おっと、これも SCG がもつれております。スリープダウン、やっぱりやりにくいですね、あれはハンデですね、目が、ちょっとやっぱり、そうですか、はい、赤コーナーからは右のガードという大きな声が飛んでおります。おっと、右のストレート、相手の懐に飛び込むときに小刻みにウィービング、体を振って入る、そんな練習もしておりましたチャンピオンの浜田剛でありますが、ちょっと状態触れてませんね。触れてません、はい、これです、これが欲しいんですね、こういったウィービングです、はい、これと同時にパンチが欲しいんですよね。しかし本当にナイスボディ、大きなガッパー、やんなボディブローカーですよね。ダブル、さあ浜田のボクシングだ、これが浜田のボクシング。しかし薄笑いを浮かべております。長身181センチのレネ・アルレドンド、現在メキシコには世界チャンピオンは1人しかおりません。自分が2人目のボクシングに、世界チャンピオンになる、なるのだと豪語しておりましたレネ・アルレドンド。現在メキシコには WBC のジュニアライト級のチャンピオンのフリオ・セサール・チャベス、ただ1人であります。8度の防衛記録を誇っておりますフリオ・セサール・チャベス、そして再びこのレネ・アルレドンドがタイトルを持ち帰ることができるか。一方日本はご存知のようにこの浜田剛ただ一人、さあ左から右、足を使います、挑戦者が足を使って交代します。ちょっと目が気になりますチャンピオン、やりのストレート、さあ当たった、チャンピオンの猛攻だ、チャンピオンのボディが効いている、チャンピオンのボディーブローが有効だ、相手の動きを止めたいチャンピオン。そうですね、これやっぱり下からの攻めですね、下から攻めで ね, ですね、はい、動きを止めることでしょうね、はい、今の攻め原田さんどういうふうにご覧になりますか。いいですけどね、ボディーすごくいいんですけども、非常にいいことは顎へ返して上下ね、顎に、顎へ返してもらいたいんですけどね、はい、レネはやっぱりいつもと違って出ますね、そういうふうによく出ますね、よく出てますね。あ、そうですか、練習が出てますね、よく。試合前に伺った時にも原田さんそして小林さんが言っておりましたけれども、レネは本当によくこの浜田のボクシングを研究してきてますね。そうですね、あの詰まってもですね、非常に逆にイービングしてましてね、はい、よくよく出ますよ。あ、また出会い頭左のフックが飛んでまいりました。でもあのボディ嫌がってますね、嫌がってますよね、あれはもうチャンスですね、はい、第3ラウンド終了であります。このラウンド原田さんは10対9と逆に浜田がワンポイントリードであります。そのラッシュをご覧いただきましょう。ロープに追い込んでいきました。第4ラウンドが始まっております。常に自分から危険に身をさらしていく浜田のボクシング、それが今日はやや第1ラウンド第2ラウンドと裏目に出ました。よく研究している挑戦者、左に回りましたレネ・アルレドンド、メキシコ WBC ジュニアウェルター級の1位であります。しかし第2ラウンドの終盤あたりからどうにか浜田のボクシングも落ち着いてまいりました。左のボディブロー、右、これです、ワン・ツー・スリー、おーっと左の服、これは足がもつれました、スリップダウンです、スリップダウンです。ちょっと睨みつけました挑戦者のレネ・アルレドンド。浜田が深く右足を踏み込んでまいりますので、それに足がもつれました。それと、原田さん、はい、そのレネにね、はい、前回のナックアウト負けというですね、後遺症といいましょうかね、浜田のパンチに対する恐怖感というものがあると思っていたんですけれども、これまでのところはそうですね、ないですね。でもね、浜田君で僕1回目もファーストラウンドもですね、非常に楽しみだったんですけどね、はい、行かなかったですね、僕ね、行けばよかった、それでちょっとね、やっぱりレネもですね、アルドンドも少し一応自分のペースに持ってきたんじゃないかと思いますよ。あ、そうですか、はい、いやいや、あそこでもう一つ前回と同じようなパンチが当たってれば、それでまた恐怖感が頂戴されるという。でもやっぱり調子がいいだけに徐々にやっぱりなんていうんですか、はい、ボディ攻めてますからね、いい結果出てきてますけども、はい、ただ入りはちょっとやっぱりレネ・アルレドンドの左が、やっぱ左フック怖いですね、また左のボディーブローだ、レネ
橋田さん、はい、赤コーナーですがね、スタミナだけはこっちは自信があると、徐々にレネのスピードも落ちてきていると、はい、本田会長はこう見てますね。そうですね。でボディーブローが大変有効であるということを言ってました、うん、小林さん本当にあのボディーブロー嫌がってますね、レネが。そうですね、はい、ただあのこれ、はい、今のボディーブローいいですね、はいはい、これボディーブローから、そして上への打ち返しですね。やはり ね、 ねこれ、ボディはいいですよ、うん、エンジンでもそうですけどボディはエンジンですからね、車と同じように、なるほど、はい、攻めていくのがよくなりますが、足が止まればやっぱり浜田のね、はい、鉄塔地味ですね。八田さん、はい、青コーナーですが、浜田を前に出させるだ、とにかく前に出てきたところを左でも右でもいいから出して、うん、浜田の状態を立たせるようにしろという指示が盛んに飛んでますね。体を起こせということですね、はい、左のアッパーで体を起こしにかかりました挑戦者レネ・アルレドンド。今回の再戦立場が変わりました。挑戦者にレネ・アルレドンドが回りました。チャンピオンが浜田剛。しかし浜田は言っています、そんなことは全く関係がありません、この試合に勝った選手がまたチャンピオンになるだけです、だから自分は挑戦する気持ちでいきますということを言っております。白いトランクスが主に染まってまいりました。レネのボディーブローを放ったところで第4ラウンドの終了であります。このラウンド原田さんは10対10のイーブンであります。上の傷がちょっと気になりますが KO 率が 90.5%、そしてレネ・アルレドンドが KO 率 91.7%、 強打者同士の対戦、再戦となっております。橋田さん、はい、その傷ですがね、ちょっと深くなってきたって言うんですね、吉田先生によりますとね、はい、でこのままちょっと続くと危ないなということを言ってました。お、あ、そうですか。インターバルでは血が一旦止まります。試合が始まりますとまた出血を見ております。浜田剛の右目の上切り傷、さあまた体を預けます。このインファイトに入りますとチャンピオンの距離です。ちょっと前傾姿勢を取って苦しそうだ挑戦者のレネ・アルレドンド。おーっとカウンターだ。しかし浜田のパンチが勝った。相打ちを覚悟で飛び込んでまいりましたチャンピオンの浜田剛。おい空を切った。おーっとまた足を引っ掛けた。また睨みつけます挑戦者のレネ・アルレドンド。今日はこのリングサイドに中日メキシコ大使館のセルヒオ・ゴンサレス大使もお見えでありまして、メキシコに2つ目のタイトルを持ち帰ってほしいという声援を送っております。また今日の試合には前回の7月24日でレネ・アルレドンドがあんなにあっけなく負けたのがどうしても信じられないと退去してメキシコの各新聞あるいはラジオ局のロサンゼルス特派員が乗り込んでまいりまして報道に当たっております。またこの試合の模様は衛星中継によりましてメキシコに送られております。ちょっとコンビネーションがやっぱりないですね、浜田一発ですね。そうですか。やっぱり足でかわされてますね、少しですね。やりのボディーブローだ。交代します。後ろに下がります。下がりながら右ナッパーを突き上げます。挑戦者のレネ・アルレドンド。攻めていくのはチャンピオン。チャンピオンの攻撃的なボクシングです。どうやら第3ラウンドあたりからやはりチャンピオンサイドはボディーブローに的を絞ってるようですね、原田さん。でもこの攻撃はいいんですよね、であのボディストレートにしたらやっぱり左アゴへね、はい、ボディストレートにしたらあれから右のフックですね、アゴ返せばいいんですけどね、そのコンビネーションがやっぱりちょっとまあ出ないというか、アルレドンドの足もいいですから、足も出ますから横へね。あ、そうですか。さあボディブロー、やるとストレート、はいはいはい、そして右のフック、チャンピオンです。あ、この左をなんとか封じたいですね。体振って入ればいいですね、でもね、今これからそうですね、そうですね、これから打てればいいですね。浜田君のあれからもワンツースリーフォーまで行くんですけどね、はい、第5ラウンドは終了いたしました。10対9レネ・アルレドンドが取っております。さあ第5ラウンドのレネの左のアッパーです。あー、入ってくるところ、入ってくるところに左のショートフックあるいはあのアッパーカットを見舞ってまいります。苦戦を強いられておりますチャンピオンの浜田剛。しかしボディがじわっと効いてくるのではないかと思います。ちょっと右目の部分が薄くなってまいりました。つまずいた浜田。
先ほど今井アナウンサーからリポートがありましたが、濱田は今回スタミナは全く不安がないということであります。伊豆の修善寺で、そして伊東で2度のキャンプを張り、さらに故郷の沖縄で3度目のキャンプを張りまして、十分に走り込んでいました。左の連打だ、左の連打だ、濱田苦しい、倒れるか、倒れるか、ダウンか、ダウンではありません、ダウンではありません、おっと、試合を止めました、試合を止めました、コルテスレフィーが試合を止めました、濱田敗れました、濱田敗れました、挑戦者、ベネアルレドンド、タイトルを持ち帰ります、雪辱なりました、6ラウンドナックアウト負け。濱田の顔面に左のブローを数限りなく打ち込みました。挑戦者のレネ・アルレドンド、これでこれでこれで取ってくれる、残念です。チャンピオン敗れました。2度目の防衛に失敗をしております。喜びの挑戦者陣営です。今ジュニアウェルター級で誰が一番強いのかというふうに聞いてみますと、ジョ・ソイ、エル・ヌメロ・ウーノ、もちろん僕がナンバーワンさと答えたレネ・アルレドンドの前にこのチャンピオンの濱田が屈しました。今認定証が小坂コミッショナーから送られております。そして勝ちましたレネ・アルレドンド選手に長谷園、ライオン、日産自動車、中外製薬、日本軽金属、国家コーポレーション、野村証券、雪印乳業、昭和シェル石油、サンクロレラ、ライベックスの各スポンサーより勝利者トロフィーが、代表して株式会社長谷園本舗長谷総司副社長より贈られます。また健闘を敗れました濱田剛選手には担当賞トロフィーが贈られております。場内に物を投げないようでお願いします。いやそれにいたしましても、まあ、先ほど原田さんからお話がありましたけれども、第1ラウンドで脅しをかけなかったという表現が適切かどうか分かりませんけれども ね、そうですね、それをしなかったチャンピオン、やっぱり僕はそう思いますけどね。やっぱり浜田君も1回目が行くって言うんですけども、なかなかね調子がいいって言った時はね、気ばっかり焦って手ばっかで出会おうとするんですね。でそこを多く多くになっちゃうんですね。そこをうまく捉えちゃうんですね相手にね。そうですね、今日もね、やはりあの手より体の方が小さいですね。パンチが出なかったですね。6ラウンド43秒、公式のラックアウトタイムが6ラウンド43秒、テクニカルラックアウトでレネ・アルレドンドが再び浜田からタイトルを取り戻しました。両国の国技館では布団が舞っております。放送席、放送席。それでは勝ちましたレネ・アルレドンド、チャンピオンにお話を伺います。メキシコに2つ目のチャンピオンベルトを持ち帰りました。なんだよ、やめろ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 この野郎。Muy bonito porque la verdad la otra vez que peleé no estaba en plenitud de facultades. Ahora estaba al 100%, no podía tener ninguna excusa para perder esta noche.もちろん日本に、もちろんあのメキシコにチャンピオンベルトを2つ持って帰るためにあの力を限り尽くしました。前回はあの 100% 自分の実力を出せなかったので、今回はベストコンディションだったので、あの絶対取れると信じてました。前回完全に濱田選手に負けたわけなんですが、それから1年間どういう思いでボクシングを続けてきましたか。La verdad es que la derrota me hizo madurar como persona y como deportista también.Me cuidé muchísimo para esta pelea y yo tenía que desquitarme. Me costó mucho trabajo Hamada, pero logré tener paciencia en los rounds finales para poder descifrar su estilo y noquearlo. Pero Hamada es un peleador muy fuerte y que aguanta muchísimo. この1年間、まあ、個人的な面でも、あとあのオフィシャルな面でも、この試合だけを目指してあのいろいろ準備をしてまいりました。で濱田というのは非常に強い選手ですし、僕としてはあの簡単な試合になるとは思いませんでしたけれども、できる限りこの日のために節制いたしました。濱田選手に一言何かありましたの。Que es un buen peleador, pero que ese campeonato me corresponde a mí, es para México. 濱田選手は非常にいい選手だと思いますが、チャンピオンベルトは僕のものです。これはメキシコに持って帰るものです。
それではなかなか教えていただけなかったんですが、今回の特別な作戦ありましたね。Perdón. Fue pelear con inteligencia, no parar a fajarme, hacer las cosas con mucho cuidado, a base de fintas, para poder ubicar los armados, porque es un peleo muy fuerte, como ya le dije.とにかく頭を使うということ、インテリジェンスあふれるあの試合運びをするということにありました。浜田の動きをあの十分に落ち着いてみて、そしてそれを分析しながら自分の力を出そうと思いました。今日の試合を振り返って自分の力は 100% 出し切ることができましたか。Con cuidado. Ahora sí pelea 100%. Amada me hizo ahorita, bro. Me hizo emplearme a fondo. Como le dije, es un peleador bastante fuerte que aguanta muchísimo, así que había que tirarle con todo.今回は 100% 自分の持てるあの力を出しました。100点満点だと思います。そして浜田も非常にいい選手なので、まあ、浜田のプレーが素晴らしかったために100点満点を出せたと思います。それでは最後にメキシコのレネのファンと日本のレネのファンに一言ずつお願いします。 En especial quiero enviar un saludo y mi agradecimiento hacia el Consejo Mundial de Boxeo que mantuvo como retador para esta pelea y quiero agradecerle al señor José Sulaimán.El apoyo para esta pelea y a mis paisanos mexicanos que por allá nos vemos muy pronto, que los quiero mucho por tanto apoyo que me han brindado y que tuvieron mucha confianza en mí también. 自分を応援し続けてくれたメキシコのファン、そして日本のファンに心からお礼を申し上げたいと思います。そして WBC の関係役員の皆様、それから特にスレイマイ会長に対して、まあ、今回の試合をアレンジしてくれたということで心からお礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。返り咲きになりましたレネ・アルレドンド新チャンピオンです。表情がほとんど試合前と変わりません。第14代のチャンピオンの浜田を倒しまして第15代 WBC ジュニアウェルター級チャンピオンに輝きましたメキシコのレネ・アルレドンドであります。このレネ・アルレドンドには勝利者賞トロフィー、主催者の報知新聞社日本テレビより栗畑三郎スポーツ局長から贈られております。さあそれでは、フィニッシュに至るその過程をご覧いただきましょう。レネがこの距離では本当にレネのボクシングになるんですね。原田さん、まともですね。いいやっぱですね。ここで大きくのけぞりましたチャンピオン、そしてこの後のまとめ打ち、左のブローが飛んでまいりました。大きな振りですね、このスイングブロー。練習の時はいつもやっぱりもっとウィービング使ってましたよね、浜田君もね。浜田がね、でもここまで打たれてしまうとどうしても、ね、振れないんでしょうね。ここでコルテスレフェリーが割って入りまして試合終了を宣したわけであります。公式の TKO タイムが6ラウンド43秒でありました。今日はナックアウトシーンのために6台のカメラすべてにスロービデオテープレコーダーをセットしておりますので、いろいろな角度からその残念なナックアウトシーンをご覧いただくことになります。こういう時にはですね、原田さん、組みつくこともできなくなってしまうもんですか。そうですね、交代やっぱり効いてますから、交代交代になりますね。いやいや、早い回なの目の上を切ったってことも一つなんですね。第2ラウンドでね、右の目の上を距離感とかね、その全体やっぱり見にくいですからね。しかし、まあ試合前にですね、とにかくアルレドンドの強打というものはこれはもう高く評価しなければいけない、そして絶好調できたらば怖い選手だということを原田さんの口からも小林さんの口からもあったんですけれども、まさにその凄さというものをね、今日のこの試合で見せましたね、アルレドンドが。そうですね、僕はですね、やはり浜田君もう少しリラックスですね、回転がよくですね、ワンツースリーまで行ったら面白かったなと思うんですけどね、やはり体が調子いい調子いいっていうとどうしても大振りになってですね、ワンツーぐらいきゃなんないっていうことがあるんですよね。力が入りすぎましたね。さあもう一つの角度からご覧いただきます。ここは攻めていったんです。その後体を入れ替えられます。まあ、前回の試合ではこういった足の動きも浜田は封じることができた、とにかくその突進力が非常に鋭くて相手の動きを封じたわけですけれどもね、もうグローブの上から構わず打ってましたからね、それはもう必要だと思いますね。今試合をリングサイドで観戦いたしました WBC のジュニアウェルター級4位のイ・サンホ韓国の選手は、浜田はアルレドンドとに対して去年と同じように行こうと思って慌てて入ったのが失敗した原因ではないかと、アルレドンドはよく弱点を掴んでいたというふうにコメントを残してくれました。それから、日本バンタム級チャンピオンの高橋尚人選手、今日浜田はアルレドンドにアウトボクシングをされてしまった、根性では浜田の方がずっと上なんですけどと残念そうに語っていたそうであります。さあそれではコマーシャルをご覧いただいた後1ラウンドから振り返ってみたいと思います。なるほどね、バランスを崩した。